すごいな、すごい遠い目してる。面白いなこいつ。北海道からこんにちは、トミーヒルフィガーです。ホライゾンゼロドーン続きやっていきたいと思います。ですね、こちらが主人公に変わりましたとかそういう話ではないんですけど、この商人面白いな。ずっとこのね格好で動かないんだよね。ってことで前回はですねメインシナリオを、はい、進めていきましたってことで、新しいメインシナリオに変わりました。このメインのですね内容がメリディアンっていう三王国っていう国の、まあ、王都だから一番大きい、まあ、都ですね、一番大きな首都みたいなとこ、そこに行くっていうお話らしいんですけども、どうやらねこれがねだいぶ遠いんですよね。でマップもねないのでちょっとわかんないんですけど何があるか、まあ、余裕があればキリンさんをね狙いつつ行った方がいいのかななんて思っておりますが、とりあえずね進んでみないことにはねどこからやるかわかんないんで、とりあえず目の前のこの黄色い道だけをね目標にしてどんどん進んでいきたいと思います。まあ、本当はねサブクエとか今受けてるやつをある程度やってレベル上げてとか装備整えてとかやっといた方がいいと思うんですけど、あえてねそこは今日はやらず、とりあえず進めるところまで頑張ってみようかなと思います。襲撃者のこと、それに奴らのフォーカスも、こっちにも一応入り口あったんだ。私に似た女性のことも、ああ確かにあの女の人気になってるんだね。捕らえれば口を割る、死んだ人たちの償いをさせるんだ。めっちゃ恨んでんじゃん。こっちでいいのかな。ちなみに多分進んでいくにつれて厳しくなっていくと思うんですよね。敵も強くなると思うし、なのでとりあえずね厳しくなったらなんかレベル上げサブクエとかやっていこうかなみたいな感じに思ってます。あ、鳥いる、鳥、あれも敵てかでかいな、あの鳥。まさかね、まさか鳥いないよね。鳥の機械なん、あれ、あ、狩り場だって、狩り場。狩り場、あ、右奥に狩り場があるみたいですね。まあ、とりあえずそれは置いておいて、進んでいきましょう。道じゃない。なんかでけえのいるな。道なき道を行くと。こっち側かな、あれなんだろう。トランプラーだって、トランプラー。トランプマンだね。マジシャン。あ、危ない。バレる。ちょっと隠れるとこないんだけど、ここ。ちょっとゆっくり、こう、ゆっくり行って、絶対やばいから、あいつ。ゆっくり行くよ。うわー、バレてる。隠れてないね。あ、でもバレてない。あいつ結構鈍いな。さては目あんま良くないな。ねえ、あれさ、やっぱ敵なのかな、鳥。あ、反応しないな。違うか。あー、落ちちゃった。なんかさ、敵に見られてるんだけど、何あれ、なんだあいつら、何これ。ねえ、やっぱりさ、あのさ、鳥敵っぽいな。でもフォーカスできないんだよね。何あれ、ステルスキー、そういうやつ、なんだろう。鳥とか来たら絶対勝てねえじゃん。だってさ、地面にないからさ、矢で撃つしかないってことでしょ。もう一方的じゃん。無理、絶対にあかん。いいね、今んとこ順調、大した障害もなく何のアクシデントもなく来てますよ。あれ、なんか今通った道の横にも道があって家があるっぽいんだよね。ちょっと気になるからこっち行ってみようかな。誰かいるかもしんないよね。
さすがにね、人が全くいなすぎてね、人恋しくなってきたわ。こっちかな。あ、登れる。なんか昔のお寺みたいな感じかな、寺院みたいな感じになってんのかな。すごい急な階段ですね。くじけそう。あ、人いる。こんにちは。こんにちは。朝日の見張り塔だって。全然ガン虫、ガン虫ですね。わあ、なんか焚き火が高床式ですね。高床式焚き火。なんだそれ。なんじゃそりゃ。こんにちは。残念だが、あげられるものはない。くれ、なんかくれ。物乞いだと思われてるな。外で機械と戦っているべきだ。ここを歩き回っているんじゃないか。お前が戦え。何それ。誇りを持って太陽に顔を向ける。その権利があるだろう。ちょやめろやめろやめろ。ほうきを当てるな。まあ、特に何もなかったな。見張り台っていうなんか場所があるだけで、特別何かある感じではない。そういう雰囲気です。まあ人に出会えてよかったかな。本当に人いないからね。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。あれあれ、もしかして自殺願望者じゃない？おい、早まるんじゃない、お前。やめろやめろって。まだ生きてればいいことあるって。あれ、会話できないねえ。何してるのねえ、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 何してんだろうこの人。こんにちは。あ、話せた。こんにちは。染料というものがないのか。服がみんな茶色だ。茶色？なんて格好だ。うるせえな。聖なる力更新でもしてきたのか。え、それだけ？できるものは何もない。それだけかお前。んだよ、せっかく話しかけ、お、これはいつぞやの、なんだっけ、鉄の花だっけ。おお、マーク3発見した。ありがとう、あいつのおかげで、あいつのおかげで発見したわ。ありがとう、さっき切ってごめんね。本当にお前のおかげでなんかいいの拾ったわ。ありがとう、ありがとう。なんかね、ちょっと進んだところの右側の方にまた集落があるっぽいね、地図見ると。あれかな、あ、あるね。あの辺ちょっと気になるから、もしかしたらサブクエとかあるかもしんないから行ってみようか。ここの光、光る、光るだね。光るに向かうわ。ヒカキンだわ。あ、強い。え、何こいつ。あ、無敵じゃん。あ、ごめん、勝ってるやつだったわ。ごめんね、ごめんごめん。家畜っていうか今日の食料だと思ってたわ、ごめんね。太陽の光を浴びると何でもできそうな気分になる。はい、そんなことありませんよ。太陽が君の道を照らしますように。どんだけ太陽好きなんだよお前ら。よし、新しい町に着いたよ。孤独の光、光だね。光の、あ、商人、商人いました。まあ、品揃えはあんまり変わらない感じがするかな。あ、なんか楽しそう。おお、民族楽器。おお、楽しい楽しい、いいね。みんなノリノリじゃん。誰がお前の知りたそうな知らせはない。なんでこんなにみんな冷たいんだろうな、この世界の人たちは。ここの村もなんかありそうでないのかな。ぱっと見ないんだよな。俺に用か。お、珍しく家に入れた。少しだけ休憩したい。このゲームあんまり家に入れないよね。この村も見たところなんもないな。まあとりあえずどんどん突き進んでいくスタイルでいきますよ。
あんなとこに焚き火があるな。焚き火は逐一燃やしていこう。あ、誰かいる、誰かいる。ちょっと待って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 、こんにちは、待ってください。どこ行くん、おお、なになに、どこ行くん、おお、なになに、増えた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 、なになに、誰、なに、なんかさ、今増えたんだけど、急に人が。どこ行くんですか。同じ道だと思うんで一緒に行ってもいいですか。ねえ、なんで無視するんですか。お願い。ねえ、ちょっと答えて。どこ行くの。わざわざそこ登んなくてよくない。横に道あるんで、そんな急なとこ行かなくていいと思うんですけど、好きなんですね、そういうとこ登るの。この先頭の人とのこの距離感ね、絶妙な距離感ね、嫌われてんのかな。うわー、ちょっと待った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 、ね、いるよ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 、行くの行くの、マジでいるよ、いいの。さ、サンダージョーだって、やば、でか、あんなの無理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 、絶対無理だって、無理だって、行くの。おい、見つかってんじゃんお前ら、大丈夫か、おい、やるのやるのかお前ら、マジですげえな、よく行こうと思ったな、何のためらいもなく。ええー、ちょっとやめてやめてやめて、ちょっと巻き添え食らってるってバカ野郎、戦いたくないんだよこっちは。ちょっと待って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 、もうやるしかないのこれ、待った。で、結局どうすればいいの。おー、危ねえ、ビームビーム出すのこいつ、怖え。ちょっとちょっと、むちゃくちゃだろそれ、ちょっとバカ、マジふざけてるわあいつ、あいつら。どこ、ここ、あ、ここか。いやマジか、あれを乗り越えなきゃいけないじゃんね。イエー、なんかね、あいつらいなくなっちゃった、死んだのかな、さすがに死んだよね。いやどうしよう、やるしかないか、っていうか勝ちてえな。まず情報収集しよう、情報収集、隠れて、隠れられるとこ行って、でけえ、バレてない、バレてないね、よかった。ええー、尻尾も光ってるね。弱点、弱点なんてあるんですか。このマークなんだろう、氷かなんかかな。でもこれなんかお腹のとこだから当てにくそうだな。一個ずつこう部位を破壊していく感じでやった方がいいのかな。危ねえ、ボタン間違えた。とりあえずじゃあ罠仕掛けて、あー夜になっちゃったな。うおー、すげえ、岩とか簡単、うおー、すごい迫力、大迫力、ジュラシックパークじゃん、もうすごいな。バレたー、途中でバレたー。よーし、見てください、もうね、罠をね、めちゃくちゃ仕掛けましたよ。すげえ時間かかったけど、多分ね、全部でね20ぐらいあ、なんかあれ戦ってる誰か、なんか体力減ってんだけど勝手に、なぜ何もしてないんだけどな。
ちょっとまあなんか誰かが攻撃してくれてるってことかな。よし、じゃあ参加しよう。そろそろなんかわかんないけど戦ってくれてる人がいる。くそ、やばい。よし、あーやばい、痺れてるんじゃないのこうやって。違うの違うの、やばい、なんだかわかんないもん。ちょっとあんま近づかない方がいいなこれ。やばいって、やばいって、ビーム、ビームっていうかガトリングガンみたいの。やばい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 、こい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 、こっちの罠に、罠に来い、罠に、罠に来いよ、罠に。なんだあれ本当にやばいんだけど、あいつ。お、なんか帰ってく帰ってく、よし。怒ってる怒ってる怒ってる、間違いなく怒ってるよね。やばい、何それ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 、ちょっと怖っ。うわあ、ちょっともう戦闘機じゃんあんなの。なんか多分一緒に戦ってくれてる人がいるっぽいんだよな。向こうにも反応してるから、あーやっぱりさっきの人たちかな。やばい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 、何あれ、怖いんだけど。やばいやばいやばい、うわー、ちょっとやっぱ近づくとダメだな。怒ってる怒ってる絶対。やばい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 、なんか赤くなってる。怒ってますね怒ってますね、間違いなく。いいぞこの作戦、いいぞ。これいいこれいい、この場所いい、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ弾かかるけどいい、着実に着実にダメージ与えられてる。うわー危ない、怒っちゃやーよ、いやー危険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 、やばいって。なんかすごいびっくりマークが激しいもん。うわちょっと一回退避。よし OKOKOK、 一応回復薬にセットしておいて万が一を考えてね。こっからだと矢の方がいいかな。あ、そっか、あの武器みたいのを壊すとちょっと違うんじゃない。お、めっちゃ当たった、ダメージ。頭が弱点なんだやっぱり。頭は切れても問題ない。あ、やべ作れねえもう。よし、普通の矢しかないな、あとこれ切れちゃったら。全然こっち来てくれないからさ、この辺の罠意味なかったな。ちょっと無駄足になっちゃったけど。よし、来い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 、あれ引っかかんないんだ、あの爆発する罠、怖え。うわうわー
し、やってきますよ。おしまいだ。だいぶね、装備も変えてきましたんで、きっと大丈夫だと思います。とりあえずね、武器3つほど、3つほど変えてきましたんで、ちょっと逃げながらやっていけばきっと今回は大丈夫だと思います。危ねえ、いきなりピンチ。よし、じゃあこの新しくなったロングボウで V 破壊狙っていきましょう。いいよ、罠が効いてる効いてる。よしよし、こっちにおびき寄せて、この物陰から行く作戦。よし、向かって左のこの大砲を飛ばしたい。動くなよお前。なんか落ち着いたなあいつ。この隙に罠を仕掛けて、またやばいやばい。オッケー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 。よーし、この上の大きいやつなんかダメージでかいな。まずこっから行こうか。じゃあこれなんかダメージでかいな。今はそっとしておこう。いや、そっとしないよ。今狙い時だから。よし、なんか一個壊れた。よいしょ、危ない危ない危ない。作っとこう。これいいわ。おーし、オッケー。あれ壊せたのでかいんじゃない。次行くわ。ここ、うわ、怒ってる怒ってる怒ってる。次は上のあのこれを壊したい。当たんない当たんない当たんない。よし、壊れた。オッケー、だいぶ壊れた。次尻尾やろうか。尻尾、危ない危ない。狙われてんじゃん。怖え。いやでも半分減ってる、半分。やっぱ武器強化しただけあってだいぶ違うな。よしよし、一回休憩一回休憩。こっちの方がいいのかな。 V 破壊的にはちょっと分かんないんだよな、種類が。
かりとチャンターの弱点狙わないと全然当たんないね、ダメージが。そっか、そういうもんなんだね。しっかりと狙ってダメージ与えていかなきゃいけないのか。ワイヤーを外した。遠いか。あいつ何やってんだろう。なんか勝手に戦ってる気がするんだけど、ちょっとわかんないな。誰かと戦ってんね、また。あ、なんか増援来た。仲間だ、仲間、助かる。はい、バレましたね。ってことはこっち来るから逃げるよ。逃げて、はいはい、罠ある、罠あるよ、こっち罠あるから、こっちありますよ、ちゃんと。はいはい、ちゃんと罠に向かってきて。こっちや、こっち、よし、いいよ。オッケー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 、やったー、尻尾壊した。よし、このままちょっとまた隠れて打ち続けていこう。よし、あと V 破壊はあの顔だね、顔のやっぱりあれ壊したいな。よし、左側壊した。あれないとだいぶ違うからな。よし、オッケー、これであれもう打てないでしょ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、そういうの打てんの。勝てる勝てる勝てる、いけ、やった。やりましたよ。いやー、今までで一番強かった。半端ないわ、すごい強いこいつ。おわ、助けてくれた仲間たちをありがとう。そして警戒に帰っていくな。わあ、一言も会話できないんだ。まあいっか。よし、あさろう。何もらえるの？おお、すごい、 56% とか 41% とか結構いいね。あ、やっぱ強いやつ倒した方がいいんだ。もう持てない。え、持てないの？ちょっと待って。あ、レンズが持てない。あ、そう、ちょっとなんか捨てようか。はい、ということで、ほんと大変だったわこいつ。一人倒すのにね、1時間ぐらいやってたんじゃないかな、下手したら。ってことで、とりあえずね、このサンダー・ジョーっていうなんかどでかい、どう考えても戦闘用みたいなやつを無事ね倒すことができました。道中はね、とりあえずそのメインシナリオの、ま、半分ぐらいまで来たのかな、道は。はい、ということで、はい、次回はこのサンダー・ジョーを倒したこの後から道をね進んで、メリディアンだっけ、はい、そこに向かっていきたいと思います。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。ポミンヒルフィガーでした。したっけ。